はい、はい、今がね7時40分7時40分で、まあご飯も食べたいし、食べたい、まあちょっといろいろ体力とかも見ながら、ええ、天津きしめん無駄揚げいい感じか。うん、トイレ行きたい。もう行こう。いや、あ、なんかお腹チャポチャポやわ。どれ、やめてもう言っちゃほんまに。あれ、鍵どこ行ったん。はい、え、鍵どこ行ったんよ。いや、この車も使ってきたの覚えてんだよ。カバン入ってた。なんやねんそれ。ビビった。ビビ。な、行きましょう行きましょう。この シート赤いよ、ボンボン。めっちゃ腰痛いよ。なんだやろ、もうあんな体でかいのにさ、トラックとか。それでもやっぱり運転席はもう直角になるぐらい。ゆとりあるやん、後ろにいっぱい。そんなビチビチに荷物を置こうとしてる。あのもうパッと映像見たらもう闇やったわ。5時ぐらいか入ったけど、もう入りたい。入ってきたとはやっぱ運転してきたからこれだけ。じゃあ見といて。え。でこの前コメントでさ、夫婦で着替えるときにそうやって目隠しとか見ないでおくとかするんですよみたいな。おっぴらな感じ。そんなおっぴらなのか。いや、分かれへんけど。大君のワイがこうやってやる必要あんまないような気がするんだけど。見といて。おかはい、洗濯も。はい。なんやねんこれ。なんやねんこれ。上に積んでんのなんやねん。うん、まあそういう感じで。